財政金融委員会を開会をを開いたします委員の異動についてご報告をいたします。昨日までに藤川雅人君が委員を辞任され、その補欠として、加田博之君が選任をされました。理事の補欠選任についてお諮りをいたします。委員の異動に伴い、現在理事が1名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任ににつきましては選例により 委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは理事に、有村春子君を指名をいたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。財政及び金融等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、人事院、事務総長、職員福祉局次長、柴崎澄也君、 他19名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異ごございませんかご異議ないと認め、採用決定をいたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。財政および金融等に関する調査のため、本日の委員会に、日本銀行総裁、黒田晴彦君を参考人として出席を求め、 その意見を聴取することにご異議ございませんかご異議ないと認め採用決定をいたします財政及び金融等に関する調査を議題とし質疑を行います質疑のある方は順次ご発言願います委員長